HD7924 はカシオペア座の方角に約55光年の位置にある7等級の系型、主系列性である。この構成は太陽より小さく、冷たく、暗く、軽い。金属量は太陽の7割程度である。3つの太陽系外惑星を持つことが知られている。HD7924 は太陽の7割から8割のサイズを持つ系型。 主系列性である。構成磁場の活動性は、この大きさの構成としては、比較的低い。太陽活動周期に類似した約2400日周期の活動サイクルが観測されている。またスペクトルに見られる41日周期の変動は、時点周期に対応している可能性があるが、確証は得られていない。二千九年に周囲を公転するスーパーアースが発見された。 また、2015年には、新たに2つのスーパーアースが発見された。3つの惑星は、公転周期は点4から24.5日の範囲にあり、ケプラー宇宙望遠鏡のミッションで数多く見つかった、コンパクトな複数惑星系に似ている。3つの惑星はいずれも、ドップラー分光法によって発見された。惑星のトランジットを検出しようという試みが、 なされているが成功していない。惑星はトランジットで観測不能なほど半径が小さいか、あるいはトランジットを起こさない軌道を公転していると考えられている。3つの惑星に加えて約2400日周期の視線速度の変動が見つかっている。これは惑星由来ではなく構成磁場の活動サイクルによるものと判断されている。視線速度と同じ周期で スペクトルの活動性指標が変化していることが、その理由である。ありがとうございます。